昔昔あるところにシンデレラという女の子がおりました。この日はお城で盛大な舞踏会が開かれる日ですが、意地悪なまま母に掃除を命じられたシンデレラ。しかし彼女は一向に掃除を始める気配がありません。まま母と義理の姉たちが舞踏会だから久々に楽できるな。かわいそうなシンデレラ、私の魔法で綺麗にしてあげる。行くわよ。やめてください。え、大丈夫です。なんで断るの。いや、あなたが綺麗になって舞踏会に行って王子様と恋しないと話始まらないし。確かに王族との恋、うん、素敵だろうけど、うん、私には荷が重い。え、荷が重いってどういうこと。いや、その展開が世界中の女の子に夢を与えるんでしょうよ。いや、世界中の女の子に夢を与えるって言われましても、うん、そのために私が犠牲になるんですか。犠牲って何。いろいろしんどくなるのは目に見えてるから。いや、しんどいとかそういう問題じゃないでしょうよ。無理するくらいなら普通でいいの。は？サラリーマンとかとの普通の恋で十分です。夢ねー。